皆さんこんにちは、 K スタジオの加藤です。今日は CCR さんの雨を見た回のレッスンをしたいと思います。僕も大好きな曲なんですけれども、僕流の叩き方といいますか、いろいろねレッスンしていきたいと思います。今日どこの部分をレッスンするかといいますと、サビの部分を重点的にレッスンさせていただきたいと思います。まずサビに入る前のフィルイン、そこからね行きたいんですけど、こういうやつですね。こうね、シンプルですけど、だんだんこうねテンション上がっていくような、そういうフィルインからサビにね突入していくわけなんですけども、ここの部分からハイハットを開けてるんですよね。いろんな出版社さんから出てる楽譜を見たことがあるんですけど、中には完全に開けてるオープン、完全に開けてるこのオープン状態で楽譜が記載されてるものなんかもあったんですけれども、ちょっとこの曲完全にオープンだとやかましすぎるんじゃないかなと。こんなになっちゃうので、曲の雰囲気を考えると僕はハーフオープン、半開きみたいな状態でねいいんじゃないかなと思うので、うっすら開けてあげて、これちょっとガサガサ言うような音、このぐらいでちょうどいいと思って、僕はこういう感じでこの曲演奏してます。はい、こんな感じで、サビに突入していきます。で、サビがどんな感じかちょっとね、じゃあサビ前のフィルインからサビまでやってみたいと思います。感じになってます。では続いてゆっくりでもう一度やってみたいと思います。今みたいな感じになってます。サビもうポイントとしてはスネア2連打の場所ですね。この2回スネア叩くところ、ここ実はドラム結構目立ちますので、頑張って皆さん練習しましょう。で、あとサビの最後のバスドラム、足ですね、右足の動きなんですけど、このバスドラム、ベースのリズムとぴったりリンクしてるんですよね。このバスドラムがベースとぴったり合うとめちゃくちゃかっこいい。逆にちょっとここは頑張ってベースと合わせたいところかなと思いますので、ぜひ皆さん頑張って練習してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。